かね、なんかその、まあ、いわゆるそのジーパンでそこに、まあ、もちろんその上ももちろんそうなんですけど、はい、うん、僕もやっぱこう靴ってすごく大事なアイテムで、うん、と思ってますね、やっぱり。案外、どうなんでしょう、ちゃんと履いてる人は少ないのか、革靴に関してはね、スニーカー今ブームではあると思うので、はい、スニーカーはね、いろいろ履いてらっしゃる方、まあそれはそれで僕もスニーカー好きで、はい、またそのカテゴリーではコレクション持ってますけど、ね、あでも僕ちょっと話変わりますけど、はい、あれ おととしでしたっけ、一緒にパリ、そうですね、行ったのね、はい、でそのあれは まあまず僕が僕のまあ息子を連れて、まあ、ちょっと久しぶりに洋治さん、洋治山本さんのまあパリコレを見たいっていう、はいはいはい、まあ、息子にもやっぱりね、あの見せたいっていうのがあったんですけど、でまあちょっとねお誘いして、で一緒に行くことになりましたやんか、でその時僕思ったんですけど、僕らはあの飛行機の中であったあのスリッパ、はい、を持ってそのまんまホテルに、まあ僕いつもそうなんですけど、はい、それをそのスリッパをそのままホテルまでまあ持ち込んで、うん、でそれを履く、はい、でも岩藤さん自分で作ったルームシューズ履いてましたよね。そうでしたかね、そうやったと思います。僕その時に、はいはい、あなんかあのほら格付けチェックとかのテレビでやってますやん。はい、やってますね。であのなんか三流になったらもうボロボロのゾーリアとかこうなっていくじゃないですか。あの時に岩川さんのあの 白のルームシューズ履いてるのを見て、なんかわ一流芸能人と三流芸能人やんこれみたいに思ったんですよね、あの時ね。あこれクソーと思いましたもん。クソーめっちゃおしゃれやんけと思って、なんかちょっとジェラシーでしたね、あの時はね。やっぱね、靴って良くも悪くも帽子とか手袋とかと一緒で、うん、一番ね、やっぱ端っこなんで目に行くというか、うん、はい、まあ僕は好きなんで別にそこまで考えてるかどうかっていうのは定かじゃないですけど、人を見た時にやっぱり端っこっていうのはよく見えますし、うんうん、はい、あの年いけばいくほど意味を持つものなのかなという気はしてるので、うん、そこら辺はね、あの見せてやろうと思って多分やってたわけではないと思うんですけど、ね、はい、もちろんね、あの、うん、人の見てると悪い気はしないですよね、うん、そういう端っこのアイテム、はい、いや僕ね、やっぱりそういうところこそきっちりするべきというか、やっぱ飛行機のあれね、言うたらもう飛行機の中でも履いてたやつをもっぺんビニールの中入れて持っていくっていう、やっぱこれはあかんなとっていうふうに、いやダメなことはないですよ。っていうかそのなんかね、なんか僕もその見てないところやからこそ僕はきっちりしようって思ってるんですよ、うん、いつもね、はい、せやのにやっぱりこう海外行くとかってなるとやっぱりどうしてもこう荷物を減らしたいとか、はいはい、やっぱ持っていきたくないっていう部分があったんで、僕はあの時もまあ、岩藤さんのところでオーダーさせてもらった靴一足、それ、まあ、木の実木のままというかもうね、あれあの時、トータルで60キロ歩いてるじゃないですか、はい、3日間で、はい、4日間やったっけで歩60キロ歩いてる、もっと歩いてるような気するんですけど、もっと歩いてるよね、あれだからあの測ってたやつだけでこうなんか携帯のあれで 60キロ超えてたんですよね、うん、まあ、累計で、はいはい、でその間中僕は一足の靴でずっと、まあ、うん、いざこれどれだけ持つかなとかっていうのもあったんですけど、うん、はい、やっぱりなんかね、海外行く時になんか荷物重いの嫌なんですよ、靴ってね、はい、何足も持っていくってね結構しんどいんですよね、入んないですよね、そうなんですよ、うん、あの時でも岩戸さん何足持って行ってました、2足履いて行ってんのと別で2足持って行ってたから、なんか1個コンバースのあのカスタムしたやつね、コンバースと、あもう1個黒のコードバンと、なんか入ったね、ひょっとしたらもう1足持って行ってたかもしれないです、うん、あんまりちょっと覚えてないですけど、僕はそのなんか白いルームシューズがもうなんせ印象的で、はい、なんか
う自分のと見比べた時のね、こうなんていうんですかね、ちょっとやっぱり、うん、あ、こうあるべきかなとは思います。まあせめてね、あのスリッパのちゃんとしたとか、なんかね、あのトラベル用のスリッパとかね、こうぐるって丸めたりとかできるような、はい、ああいうのやっぱり持っていかなあかんなとは思いましたけど ね、 ね、うん、まあでも用意して山本さんのコレクション良かったですよ ね、 あよね、まあ ね、 ね、それ見に行くために僕もカシミヤのコート、黒のカシミヤのコートに、ね、うん、はい、黒のパンツは履いてたかどうかちょっと覚えてないですけど、黒の靴で、うん、ある程度、うん、あの場にそぐ格好にしないといけないなというところはそう言ったら僕そのままあったので、そのまま一切全部僕同じ格好で行きましたね。いやでもあのすごく有意義で、ね、アトリエの方にも、ね、はい、うん、連れて行っていただきましたし、うん、はい、ね、息子さんと3人で歩いてる時に、ね、山本由里さんもいらっしゃいましたし、カフェのところで、ね、遭遇しましたね。ね、まさか、ね、ね、ああいうふうに会うとは思わなかったですけど、うん、いや、あの、いい習慣やったと思います。うん、まあ、1週間ほどでしたね。そうですね、うん、で、僕は財布取られましたから。いや、まあ、それは言わんでいいですか。言わんでいい。まさかのね。ね、あれはもう、はい、面白い、大ハプニングで、ね、でもやっぱりね、そういうあの違う、なんていうんですかね、まあ、国というか、あのパリのこう、まあ、まあ日差しも何もかも全てがもう、ね、建物から何もかも違う文化の中で、やっぱりこうね、僕は、まあ、そんなに履くことないですけど、やっぱりウエストンの靴が好きで、やっぱり何足も持ってたりするんです。まあしんどいから履かないんですけど、でもやっぱりあそこの中で見てるとやっぱり欲しなりますよね。ああいう靴、いい靴をね。そうですね。やっぱり街の雰囲気、まあ何もかもヨーロッパに憧れるわけではないんですけれども、うん、やっぱりヨーロッパのいい部分って、統一感があるというところじゃないですかね、うん、色に関してもそうですし、ね、街並みに関してもそうですし、うん、まあ、これを日本に置き換えるとひょっとしたら、あ、日本建築の、まあ、言うた昔からあるところの通り、まあ、例えば飛騨高山の高山のところとか、あ、はい、まあ、金沢でもあったりとか、はい、ああいう街並みを大切にするっていうことなんかなっていうのはよく思ったりするんですけど、はい、まあ、南行って雑多な看板が出てるところも、これ見方によってはおしゃれですけど、はい、うん、やっぱり文化を守っていくっていうところが根底にヨーロッパって流れてるのかなというところはあるので、はい、うん、そこがそうです、ね、うん、ファッションともファッションというかね、うん、スタイルとも結びついてるのかなっていうのは、うん、ひしひしと感じたというか、うん、でもなんかね、僕もあの、まあ、僕の、まあ、あの時の反省ではないんですけども、あの、まあ、パリコレにね、やっぱりずっと、まあ、毎回、まあ、若い時はというか毎回もう、あの幼児さんのところと、まあ、20年お付き合いさせてもらってるんで、やっぱりお付き合いさせてもらった当初というか、まあ、10年目ぐらいまではもうほぼ毎回そのコレクションのたんびに、まあ、パリに行って、まあ、コレクション見させていただいてやってきたんですね。でその時はやっぱりそのまあジーパンはジーパンうちの履くんですけど、はい、その行くたんびに、まあ、ヨージさんのところの何かこうアウターのジャケットとか、まあ、ブルゾンを、まあ、買わせてもらって、でそういうのをこう合わせて行ってたんです。でそれがまあまあ今回もかなり久しぶりっていうこともあるし、でちょっとまあ今回、まあ、僕ほんまブルゾン着ただけ でちょっと寒かったっていうのもあるし、でまあベンタイルでね、まあ、自分のところで作ったブルゾンを、まあ、ジップアップのブルゾンをずっとそれだけ着のみ着のままで着てあの通したんですけど、やっぱりちょっと後から思ったら、せっかくやのに楽しめてなかったなと、あの今日どれ着ようかなっていう楽しみってやっぱあるじゃないですか、はい、でそれが僕その時一切もうとにかくだから3月やけどめっちゃ寒いしっていうで、なんかね向こうの天気予報とか聞いてたらめっちゃ寒いみたいやっていうから、もうとにかく寒くないようにだけを考えていったから、
全然そのなんか服を着るっていうことを楽しめてなかったんですよね。でほとんど雨やったんじゃないですか、はいはい、僕あの海外で雨降られたんで僕あの時ほんま初めてやったし、うん、ね傘買うてほとんど雨7割8割雨の感じでしたね。雨やったと思います。雨のイメージしかないのと、うん、でね実際そこであのせっかくパリコレ見に行くっていうじゃあ出かけようかっていう時っていつもやったら一回ホテル帰ってでそのやっぱりこうお出かけようじゃないですけどやっぱ服を着替えていくっていうのをあの時僕思い出したんですよ、うん、あ俺服何も持ってきてないわと思ってまあええかっていう、うん、まあそのねやっぱ黒でまあそんな、まあ、別にねその辺に売ってるジャンパーみたいなんではないと思うんで、うんはいまあ、それはそれでいいっていうふうに思ったんですけどやっぱりそのせっかく行くのにでねあのパリコレの会場に行ったらやっぱりみんな並んでる人らもやっぱりみんなめっちゃおしゃれにしてたじゃないですか。そうですね、うんね、でなんか向こうの、まあ、知らんけど向こうのなんか YouTuber みたいな女の人をね いらっしゃいましたね逆に、まあ、僕らみんなっていうか黒ばっかりの中にあの人全身真っ白でしたもんね。いてましたね。ねえ、はい、だからそのべっぴんさんなんかちょっと微妙な感じのね、はい、方でしたけど、はい、なんかごっついこっち来てパフォーマンスみたいなのが してましたよね。なんかそうですね。あれは売り込みだったのか何かちょっと分かんないですけど、ね、でも、はいまあ、あのみんな黒一色の中に真っ白の服着てバーンって飛び込んできてなんか撮影してるのを見るとなんかやっぱ黒だけじゃないんやなこの人たちっていうね、うん、なんかヨーロッパ人というかなんか、まあ、西洋人ってもうすごい自由やしやっぱりこうかっこええなっていうふうに思いましたけどね。まあ、かっこよさ、うん、っていうのはねまああのファッションの観点だけから見てると日本人ってレベル高いと思うんですよね、うんまあ、まあ感度も高いですし、はいはいまあ、持ってる服もいいもの持ってますもんね、うん、ね、もう本当に、うん、フランス行って感じるのはまあおしゃれなのはひょっとしたら、うんうん、日本の中でももちろん東京であるとか、うんうん、結構地方の方でももう今情報が早いので、はい、今最新って言われるものが、うん来てますけど、そうですね。うん、でもまあどうなんでしょう。何が違うのかなっていうところはあるんですね。やっぱ考えてるのかなっていう気はするんですよね。ちょっと流行ってるものをパパッとまあ若気の至り、僕らも若い頃そうだったんですけど、うんはい、もうちょっと掘り下げてというかね、うんはい、っていうところは。やっぱヨーロッパの人の方があるような、うん、だから雰囲気が出るというかね、帽子のかぶり方一つにしてもそうですし、そうですよね、コートの着方一つにしてもそうですし、うん、いや僕やっぱり思うのがやっぱさりげないんですよね。うん、そうですよね。めっちゃ大事にしてないじゃないですか。うん、なんか多分めっちゃね素材も良さそうで、多分ええもん着てはんねやろなと思っても、それをなんかもうちょっとなんかだったらとかとかそんなんじゃない。うん感じがしてね、もっとなんかおおらかに、そうですね、もうちょっと道具として見てるところもありますよね。うんまあ、そうですね、はい、それは思いましたね。だからやっぱそういう中で、ね、僕らがこうなんていうんですかね、こうパリの街の中でも見てる、まあ、例えば人見たりとか、まあ、例えばその、ね、お店の人とか見てても、やっぱりそのなんか堂々としてるというか、まあそのめちゃくちゃ頑張って来てる感がない人が多いから、うん、でその街中にも溶け込むし、でやっぱおしゃれってこうあるべきやなっていう、なんかちょっとねイタリア系みたいな、あのめちゃくちゃピシッと決めた人もそんなにもいないじゃないですか。そうですね、フランスって、ねはい、だからあのイタリア行くとね、もうちょっともうしんどいわいうぐらいおしゃれな人、おしゃれとかとんがったおしゃれの人が多いですけど、まあ、パリの場合はねちょっとなんか逆にこうちょっと田舎っぽいイメージというか、そうですね、でも日本人と感覚結構似てると思うんですよね。はいはいはい、そうですね、うん、微妙な暗さというかね、はいうん、あの突き抜けた明るさっていうのはどちらかといえばアメリカであったりイタリアであったりっていうところはイメージしますけど、はいそうねうんまあ、イタリア映画はちょっと暗い映画もありますけど、うんまあ、フランス映画の方がちょっと、ねまあ、シュール薄暗いというかね、はい、でも日本でもそっち側だとは思ってるんですね、民族的には。結構参考にできるところってあるんじゃないかなという、う
なんか僕あれから帰ってきてからあの服をその着ようと思ってるというのは変ですけど、まあ、例えば近所のあのところにご飯食べに行くっていう時でも、あ、近所のとかちょっと言い過ぎかな、ちょっとなんか難波に行くってなったら、はい、ちょっと家帰って着替えようっていう風に店開ける時間でした。